神々のご加護を保有し、万世一系の皇位を継ぐ大日本帝国天皇は、忠実で勇敢な汝ら臣民にはっきりと示す。私はここに、米国及び英国に対して宣戦を布告する。私の陸海軍将兵は、全力を振るって交戦に従事し、私のすべての政府関係者は務めに励んで職務に身を捧げ、私の国民は各々その本分を尽くし、一億の心を一つにして国家の総力を挙げ、この戦争の目的を達成するために手違いのないようにせよ。そもそも東アジアの安定を確保し、世界の平和に寄与することは大いなる明治天皇と、その偉大さを受け継がれた大正天皇が構想されたことで、私が常に心がけていることである。そして各国との交流を厚くし、万国の共栄の喜びを共にすることは、帝国の外交の要としているところである。今や不幸にして、米英両国と争いを開始するに至った。誠にやむを得ない事態となった。このような事態は、私の本意ではない。中華民国は、以前より我が帝国の真意を理解せず、乱りに闘争を起こし、東アジアの平和を乱し、ついに帝国に武器を取らせる事態に至らしめ、もう4年以上経過している。幸いに国民政府は南京政府に新たに変わった。帝国はこの政府と、前輪の吉見を結び、共に提携するようになったが、中継に残存する政権は、米英の庇護を当てにし、兄弟である南京政府と、未だに相互のせめぎ合う姿勢を改めない。米英両国は、残存する蒋介石政権を支援し、東アジアの混乱を助長し、平和の美名に隠れて、東洋を征服する非道な野望をたくましくしている。組みする国々を誘い、帝国の周辺において軍備を増強して我が国に挑戦し、さらに帝国の平和的通商にあらゆる妨害を与え、ついには意図的に経済断交をして、帝国の生存に重大なる脅威を加えている。私は政府に事態を平和のうちに解決させようと、長い間忍耐してきたが、米英は少しも互いに譲り合う精神がなく、むやみに事態の解決を遅らせようとし、その間にもますます経済上、軍事上の脅威を増大し続け、それによって我が国を屈服させようとしている。このような事態が続けば、東アジアの安定に関して我が帝国の積年の努力はことごとく水の泡となり、帝国の存立もまさに危機に瀕している。ことここに至っては、帝国は今や自尊と自衛のため、決然と立ち上がって一切の障害を破砕する以外にない。高祖高宗の神霊をいただき、私は汝ら国民の忠誠と武勇を信頼し、祖先の偉業を推し広め、速やかに禍根を取り除いて東アジアに永遠の平和を確立し、それによって帝国の光栄の保全を期すものである。漁名漁字。昭和16年12月8日。ご視聴ありがとうございました。